どうも、下駄花尾です。本日のテーマは、お骨上げの厚さが全然違うというテーマでお話をさせていただきます。はい。えっ、ー、と、投稿者さんから来ましてですね、えー、ある時の火葬場へ、えー、行った時にですね、えー、その時はあのお骨上げの時にね、まあ、ご親族亡くされていって、で、あの、まあ、全然熱くなくて、なんか、むしろ常温ぐらいね。はい だった。そうなんですよ。で、自分はまあ、あのお骨上げ、そんなもんだと思っていたらしいんですけれども、その後、えー、またね、えー、ご親族亡くなられて、お骨上げへ向かったそうなんですよ。で、その時にあの、なんかわかりやすい表現しましたね。あのお好み焼き屋さんの鉄板の前に座っているような感じって言ってました。はい、あ、なるほど、この例え、いいですねと。僕なんか、そのうちね、この例え、どこかで使わせていただきます。はい、すごくいい例えですよね。 あのまさにそんな感じです、はい。っていうようなお骨上げだったと。まあ、その亡くなった方ね、あの前者と後者あの、体格差そんなにないし、むしろ、あのー、その後に仮装した方の方がどちらかというと体格ちっちゃかったしえ、なんでそれでそんな大熱いんですかねっていう、はいえー、そういった質問でした。で、まあこれはね、あのーまあ、他の動画でも言っておりますが、基本的には。 仮想時間が長くなれば、えー、いわゆる冷却時間は短くなるよ。仮想時間短く済めば、えー、冷却時間は長く取れるよ、みたいな。えー、それはあの言っておりますが、まあ、それだけではないじゃないんですよ、これ。はい。えっ、ー、とね、仮想場によるところも結構あります。 で、えっ、ー、と、これ別々の仮想場なんですって、前者と後者がね。で、あの、じゃあ仮想場によってなんでそんな違うのって話なんですけども、そもそも例えば、その、台をね、冷やす方法が全然違うとか、ありますよ。えー、例えば、仮想しますで、仮想終わった後その炉の中ね。で、その中に空気をずっと入れ込んで、そのまんま、えー、なんとか冷やすっていうね、そのパターンもあるし、 えー、これは現役の仮想場職員さんも聞いたら、えー、そんなとこあるんだって思う方もおられるかもしれませんが、えー、いわゆるですね、ホールですね、ロマエのホールね。その通常遺族さんたちがおられるところ。でも、時間帯によっては誰も来ないっていう時間あるじゃないですか。あの、要はスケジュールで何時にね、何々さん来る、何時に何々さん来る。でも、その間って誰も来ないわけですよ。で、その間の時に、あの、ロマエのホールにも出しといちゃうっていう、えー、そういった仮想場もありました。はい。で、そこは、 めちゃくちゃゃくくよよ冷えるんですよだって出しちゃってるからね。はいっていうような感じでもなんかでもそこちょっと危険ですよね。<laughs> あの出しちゃってるんであのもし誰かがファッと入ってきたらどうするんだろうなとか若干僕は思うんですけれども、えー、そういった運用をしてる火葬場もありました。でただそこはあのやっぱそれをやっているだけあってですねすっごい冷えてましたね。はいえー、いつ行っても台が熱いってことはなかったっていうような感じ。 えーまあ、あとはですね、その仮想部の炉の、えーまあ、構造とかそういったところによってですね、やっぱりね、だいぶ誤差あります。はいまあえー、運用と、えー、そして仮想時間とっていうのが、まあ、主にあの大きな理由なんですけれども、えー、それ以外にもあります、まあ。ちなみにその投稿者さんね、別に暑いのは全然あの、それは全然良かったんです、それはそれでね、まあ、なんですけど、まあ、ただ単にあの、なんでそんなにっていう、そのギャップが結構すごかったみたいでね。はい まあだから火葬場基段でね火葬場によってだいぶ違いますよっていうのをだから目の当たりにしたパターンの一つですよねこれはねでこのあたりもあのやっぱりねこれまあ僕が見てき、えー、た中でなんですけどここの火葬場もうしょっちゅう暑い時あるよねっていう火葬場もありましたはいであのそうそうなってくるとやっぱちょっと改善の余地はあるんですよそのまあどうしてもねあのどうしてもやっぱり暑くなってしまう時っていうのはありますはいえー、なぜならな人を火葬するんで えー、そして人というのはもうそれぞれやっぱり違いますからあのそういった意味ではもうどうしてもねそういう風になってしまう時もあることはあるでも明らかにここの仮想場のが暑いこと多いなっていうところはやっぱり改善の余地あるかなという風に思います、えー、暑いの、えー、まあ、ただ単に暑いだけだったらいいんだけれどもでもあの例えば真夏にね、えー、じゃあご老人まあご老人なくてもいいか若くてもいいんですけどもすごい暑い時にね、えー、こう 毛布を着て汗ダクダクで台が出てきてさらにもう鉄板みたいにむちゃくちゃ熱くてうわーってフラってなってパッて手をついちゃったらあのもうやけどしますからねとかあのお子さんなんか特にね結構触っちゃったりしますんであのやっぱ危ないんですよあれすごい危ないんですなのであの怪我の防止のためにもね、えー、台というのは基本的にはやっぱりこうよく冷えた状態で、えー、お骨上げした方がやっぱ安全なんですよね なので、まあ、あまりに暑すぎる火葬場に、えー、赴いた時というのはやっぱりその僕葬儀屋さんの時もねちょっと 緊張するというか、まあ、常にね、緊張感を持っているんだけれども、でもちょっと大丈夫かなってすごいやっぱ見てる。特に子供がおられるとか、えー、おじいさん、おばあさんとか、えー、おられた時とか、あとはその車椅子の方とかね、はい。えー、車椅子の方がですね、そのこう、椅子に座ってこうするんで台と手が近いんですよね。えー、そういうのがよくちょっと当たっちゃってとか、すごい危ないなとか思います。だからそういった意味では、あの、まあそこもね、運用で変えることはできるんですよ。スケジュールをもう一度見直すとかね。 はい、そういういこともできます。でも明らかに例えばそこの地域の人口に対して火葬場が小さいもしくは完全に足りていないとかだったらどうしてもスケジュール詰めないといけないですよね、はい。もうそれ仕方ないですよね。ってなったら、えー、当然仕方なくすごいいつも結構暑いのがよく出るよみたいな、えー、そういったところもありますが、まあ、改善の余地はあるかなと。 まあただ地域によってはねこれもあの他で言ってますけれどもその火葬場建設反対っていうねはいえそういった運動とかがあって実際本当に足りりてていないいいななんだけれれれどももそこここのの地区で作れないというのもこれ実際に起こっておりますあとなんかあのちょっとドロドロしたのもありましたよその火葬場の建設反対でまあとある地域でね「ここ嫌です」ってこう市民から「ダメ」でここ市民からダメ」こここここだったらいい」って言われたのがあの病院の真横っていうね。 えー、そしてその病院の院長さんが、まあ、それ裁判しましてですね、まあただ あのまあ、建設、まあ、始まって、まあ、実際もう建設されたんですけど院長さんはもうちょっとやめてくれよってねあのすごい裁判でおっしゃっていたんだけれどもただ市民の人たちが「ダメダメダメ」って言って口をつぐんだのがその病院の隣っていうねあのちょっとなんかあのブラックでしょうとかね、はい、そういうのもありますけれどもまあまあこれからもね、えー、この日本国内の火葬場事情というのはまだまだえ改善の位置があるというふうに思っておりますし、えー、この火葬場機団の投稿フォーム、えー、見てみるとですねやっぱり 自分が働いてた時ね火葬、えー、場にもね一応ねそのアンケートあったんですよありましたあったけどやっぱりねあんまり投稿されなかったんですよねそれはあのー、投稿する側からするとねやっぱりなんかその自分が入れたって思われたらちょっと嫌だなとか そ、えー、そういうういのあると思うんですよ、えー、すすよごくそれは気持ちがわかりますなんだけれどもこの仮想牧団やっていくと結構皆さんねある意味、えー、気軽に、えー、こう投稿してくださることによってですねもうちでこんなことありましたよその悪い方のね <laughs> やっぱりあのすごい来るんですよ。 これってあのなんか今までですねこうずっとひた隠しにされていた、えー、ところなのかなっていうふうにはすごく思っております。えー、もしかしたらねこの動画をご覧になられている現役の火葬場職員さんの中にねもしかしたらそこの火葬場のことかもしれないことも書かれていますっていうような感じ。はいまあ、当然こここののの動画では、ね、あのどこそこの火葬場の こここの人がこんなことしましまたみたいなそんな晒し行為みたいなことは僕は全然しませんけどもね、はいまあ、ということで火葬場によっていろいろあるということですね。はいえー、本日はお骨だけの時に熱が全然違うかったということでお話をさせていただきましたではまた火葬場のことでわからないことあれ何だったんだろうなということがありましたら「ゲタ鼻をホームページから是非ご利用ください。